録画を終了ボタン。皆さんこんにちは、猫谷です。今日は1ヶ月ぐらい前にシワシワのハウルチワを復活させたいという動画をアップしてるんですけど、その後の様子をお伝えしたいと思いますが、ちょっと悲しいお知らせになってしまうんですけど、5月26日にアップしてるんですけど、で今日は6月27日です。でだからちょうど1ヶ月ぐらい経ってますね。で、ハウルチワのトゥルンカータがちょっと元気がないので、ちょっと復活させたいと思って植え替えたんですよね。でその時の動画があるので、よかったらそちらもご覧いただきたいんですけど、後で息子に頼んで、説明欄にリンクを貼ってもらおうと思います。はい、なのでそちらも見ていただければと思うんですけど、トゥルンカータがですね、弱っててシワシワだったんで、植え替えたんですよね。で抜いて、でも根っこはちゃんとありましたね。根っこはちゃんとあったんですけど、根っこが張ってなくって、それをこう抜いたらなんかで、ほぐしたらなんか5個ぐらいに分かれて5株ぐらいあったんで、それを5個ちょっと離して植えたんですよ。でその時にちっちゃい、この鉢に、どこ行った、これにあったラドラっていう、多分ですけどラドラっていう、これはなんだ、あったんで、ちょっと待ってくださいね。それも私の気まぐれで一緒に植えたんですけど、こんな感じでちょっとトゥルンカータダメになったっぽいですね。で1個だけちょっと様子を見てたんですけど、この子だけが元気だなと思って、復活してきてるなと思ってたら、実は多分これはラドラだと思います。ラドラが侵食してきて、いやでもこの子は悪くないと思うんですけど、この子だけが元気で他はちょっとダメで、昨日ちょっと見たらなんかこうカリカリにもなってるし、だから4株ぐらいあったと思うんですけど、こう葉っぱがこう触ったらスポッて抜けて、この葉っぱの、これは大丈夫なんですけど、葉っぱの先がもう全部昨日抜いちゃったんですけど、なんていうかな、これが樹齢っていうのかな、葉っぱの先、ね、根っこについてる方が熟になってましたね。なのでもう結構抜いて捨てちゃったんですけど、もう残ってないですね。昨日やってしまいましたね。そんな感じです。はい、でラドラだけが元気で、1個これ多分この子は大丈夫そうですね、トゥルンカータで。なんでかなと思って、なんかラドラを悪者にしてるみたいに言ってて申し訳ないんですけど、この子はちゃんと生き残って偉いんですよね。でトゥルンカータなんでかなと思ったら、私多分深く植えすぎたのかなって、一晩ちょっと昨日は分かんなかったんですけど、ちゃんと寝たんですけど、今朝になって、あ、深く植えたからかなって思います。ちょっとひょろひょろってなってたんで、なんかそれが嫌で、こう深くなんていう、葉っぱも埋めちゃったんですよね。だからかなって思います。まあちょっと、そんな感じでちょっと復活できませんでした、ごめんなさい。はい、1個ここにあるので、でラドラは元気ですね。ちなみにこれ多分ラドラだと思うんですけど、この子すごい強いし、小株すごい、この前モリモリのハウルチアを株分けしながら植え替えますっていうので植え替えたんですけど、コーヒーカップに植わってるやつですね。で、すっごい小株を周りにびっしりつけてる子がいて、それがこの子なんですけど、ちょっと、ですね、これです、一番右の子、これがラドラだと思うんですよ、多分ですね。すごい、これだよね、これ、なのでもう今もう独立して、こう一個でこんな大きい鉢に、これ何号か分かんないんですけど、4号かな、植えてるんですけど、こんな大きくなって小株もいっぱい出して、まあ、他のハウルチアも大きくなってたんですけど、この子が特別大きかったです。すごい丈夫だと思います。はい、そんな感じで、なのでまあ寄せ植えっぽくしてると、こういう時に他のがなく死んじゃっても、この子が生き残ってるんで、もうこれ、この鉢はこのラドラのための鉢ということで、これから育てていこうと思います。でなのでちょっと外の日陰に出して、スパルタで行ってみようかなってもう思ってます。はい、でこれがシワシワのハウルチア復活できませんでしたという動画です。今日はごめんなさい。でもその時にですね、これですね、
1個だけトゥルンカータだけの鉢を作りたいなと思ったので植えたんですよね。これ多分トゥルンカータだと思います。こっちは大丈夫そうな気がしますね、なんかですね、中の方に子供に昨日見てもらったんですけど、中の方に新しい葉っぱが見えるかな、ちょっとこの辺かな、新しい葉っぱが出てるますよね。なのでこれこっちのなのでトゥルンカータはやっぱり分けててよかったのかもしれない。こっちは大丈夫そうな気がします。なのでこれは、今後また、変化があったらというか大事に育てていきたいと思います。でせっかくなんでこれがオブツーサですね。オブツーサも株分けして植えてます。大きい子は、長男が持って行ってますね。これオブツーサって感じです。はい、ということでシワシワのハオルチアは復活できませんでしたという動画にでした。で今日はそんな感じでちょっと悲しいので、この後、うちの猫ちゃんたちの動画も一緒にくっつけて出そうと思うので、猫好きな方はよかったらご覧ください。では皆さんの今日が愉快な一日でありますように。バイバイ。録画を終了ボタン。録画を終了。